レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアス、エイト、トゥア、レディオアクアス、アクアス、エイト、月、八、この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスの中にあります、スタジオアクアスより、今夜も生でお送りいたします。ちょっと画面が大きかったかな、ちょっと直しますね。この辺の操作がなかなかくせもんですけど、はい、こんな感じでどうでしょうかね。1週間始まりましたね、月曜日です。そうですね、我々市民ボランティアで運営しておりますレディオアクアス、月曜から金曜の夜8時から9時までの間、毎晩、皆さんとこんな形でお付き合いしています。週の始まり月曜日ということで月8、ここに書いてありますね、月8。この番組をお伝えするのは上田エレニセ、よろしくお願いいたします。それから私ガリレオ鈴木です、よろしくお願いします。1時間のお付き合いのほどよろしくお願いします。寒くなりましたね。寒くなりましたね。ちょっとポルトガル語の、ね、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。ハジオアクアザクアス H 月8 Esse programa é transmitido do estúdio Aquas que fica dentro do Sosu Square da cidade de Nasu Shiobara, estado de Totigi, Japão. Vamos começar a semana. Este programa é das segundas a sextas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, com personalidades diferentes para cada dia da semana. Como este programa é das segundas-feiras, 8 horas, se chama Getsu Hachi. Getsu de Getsuyobi e Hachi de Hachiji, tá? Getsu Hachi. Este é o senhor Galileu Suzuki-san. E eu, Helenice Ueda, queremos passar uma hora agradável juntos. Obrigada pela companhia. はい、はい、寒いですね。寒いですね、本当ね。そう、雪が土曜日からね、チラチラしてたね。僕土曜日の夜に塩原行ったんですけど、塩原すごい大雪で、帰ってくるのもちょっと大変な感じでしたけども、降りてきたらもう雪は降ってなくて、で大丈夫かなと思ってたら、今朝方ですかね、あ、土曜日じゃない、ん、土曜日に塩原行ったんですね。で、はい、日曜日朝出るときに、雪ちらついてたんですね。朝お出かけしたんですけど、雪がちらついてて、帰ってきたらやっぱり雪が、昼間も降ってたんですかね、帰ってきたら車に雪が積もってたんで、でも昨日じゃない土曜日の、塩原の雪はもっとすごかったですね。2時間ほどだったんですけど、もう車が真っ白になってましたんで、それとともに、まあ、雪は降らなくても寒いなって感じるようになりましたね。本当もうすぐ冬至ですけども、冬真っ只中という感じがします。今日も部屋スタジオはあったかくしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。週末どうされてましたか？私はね、土曜日は仕事したよ。仕事だけだったよね。それで日曜日は礼拝に、ね、参加して、それで あとは息子の家にちょっと行って、それであとブラジルのレストランにいて、久しぶりにブラジルの豆、フェイジョアーダっていうのね、はいはい、フェイジョンね、それでそのフェイジョアーダ、いろいろな肉とかね、に一緒に煮るのですね。それで、そのご飯の上にた、乗せて、はい、それでフェイジョアーダっていうのを食べられたのね。あ、そうですか。秋ブラジル。そう、秋ブラジルで、うちの近くですね。そう、そうよね。すっごく美味しかった。久しぶりの味なとか思って。そうです。それで大きいよね、こんなにご飯と野菜炒めと、はい、それでこの大きな、ね、お器に来て、それで私と主人だけだったけど、一つだけた、二つ頼んだけど、一つだけ食べられたのね。
食べることができたので、はいはい、それで一つを持ち帰りにして、はいはい、それで一つが1400円、はいはいはい、もう本当に大きな肉とか。そうですね、僕も行ったことありますけどね、結構安くて肉がドーンと乗ってたり、ハンバーガーもすごいですよね。すごいハンバーガー大きいよね。それであのジュースも向こうの果物のジュースを凍らして、それでこっちに輸入して、あ、そういう形でやってるんですか。それであの、カジュナッツってここでナッツだけ食べるでしょ、はいはい、あの上の部分があの果物みたいのあのジューシーになるのよ。あ、そうなんですか。カジュナッツ、そう、果汁のジュースがあるのね。すごい美味しいの。うん、いいですね。あとはアサイとかね、うん、アサイもあの体にいいらしいですよね。うん、いろいろありますよね。いいですね。そうですか。お二人で行ったんですか。そうね、ご主人と、息子たち、あの2番目は夜勤、ね、寝ることよねそれで3番目は宇都宮になんとかあの用事があったので、まあ、それで私たち2人でなんとか。いいですね、2人でっていうのもね、年取ったなとか思ってあ、でも2人でそうやって行けるっていうのはいいですね。そうね、久しぶりで2人で食事できたのでよかった。いいですね。それでガリオさんは、僕はね、ここの週末なんかおいし、甘いものばっかり食べてて、後で写真出ますけど、週末というかね、木曜日からも甘いものをいただいてて、木曜日、フェイスブックに上がってたプチビラージュのクリスマスパフェっていうのが気になって、夕食まあどっかに食べに行く、うちで作ってもいいんですけどどっか食べに行こうと思って仕事終わってフラッとプチビラージュ行って、パスタいただいて、その後そのクリスマスパフェを食べました。これ美味しかったですね。で金曜日は金曜日で、トコトコ大原にあります、カバコさんっていう焼き菓子のお店、そちらでココブルーのライブと、デザートビュッフェということで、いろんなデザートね、お菓子がね食べ放題ということで、それを夕食に行ってしまいました。ライブも良かったんですけどね、やっぱり、あのケーキが、いろんなケーキが食べられて美味しかったですね。で2日続けてそんな甘いものを食べた上に、さらに土曜日は土曜日で、塩原で二郎さんのライブがあって、そちら行きました。塩原の、果物屋カフェ通りの茶屋、藤屋さんで行われてまして、そちらでも美味しいもの食べましたね。塩原おむすびセットという形 で、まあ、おむすびいただいて、芋柄の味噌汁とかね、お漬物とかついてるんですけど、それに、デザートにリンゴの入ったチーズケーキと、リンゴのくず湯というね、リンゴをダブルで入ったもの、飲み物と、スイーツでと、まあ飲み物の方もスイーツみたいな感じだったんですけどをいただいて、雪がねすごい降ってたんですけど、なんかライブも心温まるライブだったし、その食べたものもなんか心温まるもので、ちょうどその前の日にココブルーのライブで、アッコさんがおむすびクリスマスというさだまさしさんの歌を歌ってくれたんですけどね、まさにそんな感じのおむすび食べて心温まるライブを聞いてということで、まあ、スイーツもありおむすびあり、そして日曜日は日曜日でまた、先ほど雪がこちら降ってたところ出かけてきたと言ってましたけども、電車に乗って、東京方面行ってきました。有楽町で、有楽町は日生劇場ですね。でですね、あのミュージカル、モンテクリスト博というミュージカルをやって、今日そのチラシ持ってくるの忘れちゃいましたけども、石丸幹二さんという男性歌手、それから相手役がですね、花房麻里さんという、すごいね、僕初めて聞いたんですけど、その花房麻里さんのね、見た目もすごい綺麗な、昔宝塚にいらした方らしいんですけども、で歌も上手ですし、お芝居もなんかすごく、なんか感情移入されてるような感じでね、まあ、役柄がまたすごく良かったんですけど、モンテクリスト博っていうのは、フランスの文豪、アレクサンドル・デュマの、長編小説なんですけども、まあ、無実の罪でね、
刑を言い渡された人間がね、そこから、人の、助けを得て、脱出するんですけども、脱出してその助けてくれた人っていうのは亡くなっちゃうんですけども、その人から託されたものがあって、それがすごい財宝で、大金持ちになるんですけども、自分が貶められたその、人たちに復讐するという話なんですけども、単なる復讐だけではなくて、その元婚約者なんですけども、その彼女、花澤まりさんが演じてたのは元婚約者なんですけどね、その婚約者とのその昔の思いを、今でもあなたのことを大切に思ってるということでね、復讐に燃えてたんですけど、復讐じゃなくその許しをするというお話で、ちょうどねしばらく前まで復讐劇ということで半沢直樹とかやられたらやり返す倍返しだなんてっていう話してましたけども、それよりも僕はすごくいい話だなと思って、復讐といえば、2日前の12月14日が日本では有名な忠臣蔵の忠臣蔵という物語、江戸時代の、自分の、仕えてるお殿様が貶められて切腹したいんですけど、それの復讐というかね、仇討ちをするために、赤穂浪士という、47人が立ち上がって、その仇討ちをするという話があって、お殿様に対してはすごい忠誠を尽くしたその立派な家臣だということで、日本ではもてはやされてるようなところあるんですけども、僕はどうも好きになれなくて、仇討ちのどこがいいのっていうところがあって、その物語が実はおとといの日12月14日の、話ということで、実際にあった話なんですけどもね、そんなのあるんですけども、僕はそういう復讐に自分の人生をかけてしまうっていうのはくだらないなと思うんですよね。それよりはもっと先ほどの半沢直樹の倍返しっていうんだったら、倍に返すんだったら恨みを倍に返すんじゃなくってね、恩を倍返し、恩返しをした方がいいと思ってまして、そんな話にも通じる素敵なお話でした。単なる復讐ではなく最後には救済があるというお話で、その花房まりさんという方のね、見た目とその歌の素晴らしさと本当引き込まれましたね。でそちらもですね、そのミュージカルを見た後にいい、東京で美味しいスイーツをいただいて行きました。というわけで 4日連続でね、スイーツに、囲まれた、夕食を過ごしました。後で写真も見ていただこうかなと思います。いいことよね、食べるのことね。そうですね、特にこんな、ね、寒い時期ね、なんかあったかい心温まる、ね、ほっとするようなもう食事、それから人との出会いっていうのは 何よりも嬉しいなと思いますね。いいね。それでは番組の方を進めていきたいと思います。はい。月八では3つの扉を用意して皆様をお迎えしております。1つ目の扉が、暮らしの扉、那須塩原市、またこの周辺の生活情報をお届けしております。今日もね、音楽の話この前もしてますけど、繰り返しになりますけども、ちょっとそちらの話をしようと思ってます。それから、トライアルス商品の紹介、今日はどんなものがあります。水に関わるものですね。水に関わる、このスタジオがあります、レディオ、ソスイスクエアアクアスの中にありますトライアルマートさんから、商品をお借りして、ブラジルポルトガル語で、伝えていただいてます。それから音楽を1曲挟みまして、音楽はいつもの音楽をかけようと思ってます。はい。2つ目の扉は仲良しの扉、聖書の御言葉とブラジルポルトガル語講座を、エレニスさんにお送りしてもらってます。いよいよね、ノアの箱舟がね、皆さん船に乗り込んだところですけど、どうなっていくんですかね。楽しみです。もう一曲音楽を挟みまして、3つ目の扉は懐かしの扉、今月12月は年越しの思い出というテーマでメールを募集しています。皆さんからのメールをお待ちしております。それでね、先週ちょっと写真用意できなかったやつをね、持ってきたんでね、ありがとう、見てもらって、それを、見てなんかちょっと感じてもらえたらいいなと思うんですけど、ちょっとわかるかな、
これはですね、先週、先々週ですか、番組の前に中川町馬頭の、商工祭が行われてたところで、正月飾りの体験コーナーっていうのがあって、門松に、うん、南天の葉っぱと実、赤い実を、綺麗なつけて、飾るというね。今うちにこれあるんですよ、これ作ったものがね、うん、こんなのを作る体験やってきましたけども、いいもんですね、こういうのね、うん、いいな。でこんなことをちょっと書きながら、ブログに上げながら思い出したのはですね、昔うちの田舎では親父が半紙を切って、こういう締め縄って、こういうなんだ、雷のような形に半紙を切って、しでっていうんですけども、それってそれを稲の藁で、でこう、うん、稲藁で、まあ締め縄を作るんですけど、うん、そこにそのしでを挟んで、それからみかんをくっつけたり、うんうん、でそんな正月飾りを作った記憶がありますね。親父が作ってましたね。今だともう稲も作ってないんで、藁もないですし、でも神棚は今でもあるのかな。お正月というのは年神様という神様を、家に招くので、うちの年神様っていうのがちょうどね、大黒柱のある部屋の角のところの三角のところに作ってあって、そこにも鳥居が作ってあるんですね。でその鳥居に、鳥居がこうあるんですけども、そこに締め縄を飾りつけると。で正月になると毎朝ちっちゃく切ったお餅と、お雑煮の具を、乗せていって、正月の4日の日にそれをね、おじやにして食べたりするんですけども、なんかそんなことをね思い出しましたね。こういうの作って家に今置いてあるんですけど、そういうの見るとね、なんかそんなの思い出すんで、年越しの思い出ということで、メールテーマ募集してますので、ね、うん、何かそんなね話をいろいろ聞かせていただけたらいいなと思ってます。あとお餅もね、うん、作りますよね、鏡餅とかね、うん、今パックに入ったやつが売られてるんで、それを飾るだけっていうお宅も多いと思うんですけど、お餅も作るのはいいですね。この前12月の1日の日に、前回の放送の時ですかね、ちょっとそんな話もしましたけども、うん、この写真前回持ってくるの用意できてなかったので、今回見ていただきましたけども、こんな、正月飾りというのを見ていただきます。次なんだっけな、 あとこれおせち料理ですね、うん、昔以前うちで作ってたおせち料理を重箱に入れた状態です。昔っていや、お母さんが作ってたの？これは別れた神さんが作ったやつですね。まあ正月、昔は三が日は、うん、お店とかもやってなくて、うん、保存食ですね。そうね、こういう料理を作ってそれを食べるということでやってましたね。子供たちが喜ぶんでいろんな料理を作ってました。それでは、番組を進めていこうと思います。まずはですね、うん、暮らしの扉ということで、今のようなところでね、何かありましたらメールをお寄せいただけると嬉しいなと思います。では暮らしの扉に入っていきたいと思います。はい、紙があるんでちょうど拡大してる状態で、この前言ってたパイプオルガンがね、入ってクリスマスコンサートがいろいろ行われてますけど、まずは、私これ行くつもりでいるのが12月22日の、日曜日、白鴎大学ハンドベルクワイアクリスマスコンサートということでね、いいね、クリスマスの時ね、これいいですね。素敵なね、綺麗な女子大生がずらっと並んでね、うん、綺麗な音のするハンドベルを鳴らすんですけどね、これはね、うん、本当クリスマスの豊かな気持ちになりますね。でこれただ単にハンドベルって綺麗な音がするなってだけじゃなくてね、うん、この人たちね多分日本一だと思いますよ。すごい演奏します。そうですか。オーケストラのようなね、たくさんの音をね、
一人がこうハンドベル、まあ一つ右の手に1個2個左手に1個じゃなくてね、もう2つ抱えてこうやってやったりするんですけど、うん、それもね次から次へこうや鳴らしてね、本当オーケストラのような音を響かせます。これは1回聞いてみる価値あると思います。チケットまだあるのかな、全席自由で、大人高校生以上は1200円、子供3歳から中学生は500円ということでねあります。これ僕チケット持ってますんでこれは行くつもりでいます。それから何時、22日の、夕方ですね、6時開場6時半開演です。これ本当すごい演奏です。もう一つ次はこちら、はい、これも僕行けないん残念なんですけどね、来年1月に入って1月13日の祝日月曜日、ニューイヤーコンサートというのがあって、これもね、盛りだくさんの内容で、新しく入りました。写真この辺に出てますけどね、あの、うん、パイプオルガン聴けるという、うん、でこの前12月の8日にパイプオルガンの演奏会やったんですけど、これも行けなくて、このニューイヤーコンサートも多分僕行けないんですけど、ちょっと残念なんですが、ちょっとそのパイプオルガンに関する情報を入手しましたので、紙はないんですけども聞いていただこうかと思います。12月8日のオルガンコンサート行けませんでした。それから1月13日のこちらのニューイヤーコンサートもちょっと仕事で、祝日なんですけど仕事なんで行けないんですけど、それでもねパイプオルガンを聞くチャンスがまだあります。うん、12月21日今度の土曜日です。午後3時からの開演、山形交響楽団、山形県の交響楽団オーケストラが、うん、演奏会をやります。曲目がワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガー第1幕への前奏曲、それからチャイコフスキーのバイオリン協奏曲、そしてメインがですねサンサンスの交響曲第3番、この副題がついておりましてオルガン付きというんですけど、オーケストラプラスオルガンの演奏、こちらちょっと行けたら行ってみたいなと思ってます。21日土曜日、席がですね一番高いところが5000円で一番安いのが2000円の席までございます。まだチケットがあれば、当日時間があって行けそうだったらチケット買って行こうかなと思っております。楽しみですね。これサンサンスの交響曲第3番オルガン付きはですね昔、ルパン三世の映画に使われてたような気がしますね。うん、最初のやつですね、なんていうタイトルだったっけな、使われてたと思います。それからもう一つ、1月の11日の土曜日、来年1月11日土曜日、こちらはですね、午前11時からこちらは0歳からのオルガンコンサートということで赤ちゃんも行って聴ける、で赤ちゃんは無料で当然聴けるんですけど、そんなコンサートがあります。それから午後の3時からも、こちらはアフタヌーンオルガンコンサートということで、こちらはちょっとね大人向けですかね、未就学児の、入場はできません。で確かね、料金とても安いので、行ってその場でお金払って聴けばいいという500円だったかな、ワンコインで聴けるコンサート でお釣りのないように持ってきてくださいということで、案内が出てたと思います。またこちらまだ時間がありますので、紹介できたら紹介していきたいなと思っております。ちょっと今日はこんなコンサートの話、はい、ございます。パイプオルガンね入ったんでねすごく気になってて聞きたいなと思ってるんですけど、はい、あともう一つクリスマスの情報いただいたのがあるんでちょっと紹介しちゃっていいですかね。はい、私も大変お世話になっております。黒磯にあります、なんつったっけ、特定非営利活動法人 NPO 法人ですね、那須フロンティアさんから案内が来ました。那須フロンティアって言ってもその NPO 法人の案内ではなくてですね、これクリスマスの案内です。クリスマスじゃじゃん、クリスマスケーキです、はい、ケーキ、はい、メリークリスマス、はい、少し遅くなってしまいましたがホリデーのクリスマスケーキのご案内をお送りいたします。皆様の大切なひとときにホリデーのスイーツをご利用いただければ幸いです。またスイーツの話でスイーツばっかりですけど、スイーツね、ご注文は店頭電話ファックスいずれの方法でも、
受け付けておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。詳しいことはね、お店に問い合わせてみていただければ、これと同じようなこの、案内あのがあると思います。電話ですから、住所よりあれですね、電話、0287-622134、それからファックス、0283331026、こちら028になってんですね。それから E メールもありますけども、E メールとかそれから、URL の方は、検索でですね、ナスフロンティアとかカフェホリデーということで、検索をかければ出てくるんじゃないかと思います。まあ、いきなりお店の方行ってみるのもいいかなと思いますけど、もうすぐですね、クリスマスね。僕もなんか注文しようかな。せっかくこんな案内をいただいたんで。そうよね。本当スイーツいいですね。まあ散々今週末先週末スイーツをいただいてきたんですけど、まだ食べ足りないというか、クリスマスはまだこれからだというところで、たくさんのねここに並んでますけどね、ケーキそれから焼き菓子いろんなのがあって、ここもおすすめのところで、よかったら皆さんご利用いただけたらと思います。はい、ありがとうね、いろいろな情報ね、いっぱいありますね、盛りだくさんですね。これからの週末も楽しみです。まだ週始まったばかりですけど、週末が楽しみですね。そうね、はい、それでは、はい、トライアル商品の紹介トライアル商品いたします、はい、あ、今日はね持ってきたんだね。はい、それあれですね、氷を溶かすやつですね。そうです、それでもあの朝起きてあの車の、はい、ね、そうですね、今もう最近大抵あの窓ガラスガチガチに凍ってるんで、ね、出かける前に少し早めにエンジンかけてますね。ね、それでこれは、はい、あの車のガラスの前とか、はいはい、それでこんなにあの、自分 の, あの玄関前とかあのすべすべになっているとか、あ、そういうところもそうですね、ね、凍ってるところにはいいです。凍ってるところにこれシュッとしたらあの 雪がとろける、はい、雪が溶ける、すごい便利よね。便利ですね。 それからこ こガチガチこのガタガタってなってるんですけど、ここでねこう削れるんですよね。そうよね、これでね、はいはい、ね、便利なものですよね。便利よね、あらね、これが180円。え、そんな安いんですか。そうですよ一本買っとこうかな、ね、もうこれから必需品ですね、はい、本当ね。そうです、そうね、はい、ちょっとポルトガル語で言うので、はい、gente, esse spray aqui, gente, olha, é porque a gente agora aqui no Japão está na época de inverno, né? E começa a nevar. E a neve, quando ela cai, ela é fofa, ela é bonita, limpa, mas a gente precisa ter o nosso dia a dia e a gente acaba pisando sobre a neve. E a neve faz uma crosta de gelo e o gelo fica muito, muito escorregadio. Então, para derreter o gelo, tanto da frente da calçada, para tirar o perigo de escorregar, e também pro para-brisa do carro de manhã, tá? Esse spray aqui que derrete o gelo tá por 189 ienes no trial. E olha, tem essa parte aqui também, ó, que você pode usar para tirar, sabe, o gelo que fica ali formado duro, né? No ambiente onde você precisa tirar ele, tá? Então, esse produto aqui que derrete gelo está por 189 ienes no trial, né? Aí. Isso aí, tem? 水、今日テーマは水だから、はい、これは水にとろける。あ、それ入浴剤ですね。そう、これはあの、しかも柚子湯って書いてますよ。柚子で、あのお風呂にね、はい、ね、温まりますね。温まるよね、これは。これから冬至、20日前後、21日か22日頃ですかね、あの冬至になりますんで、22日だったような気がしますね。柚子を入れて温まる、柚子のお風呂って温まるんですし、香りもいいんですよね。そうです、そう、それはお手軽にバブで、うん、バブってあのあれ炭酸もあれもいいんですよね、温まるんですよね。ね、はい、
ね。楽しみね。これが20個入っているので、これが498円。20個ですね。1回25円ぐらいですかね。そうですね、はい。Gente, esse aqui é uma pastilha que você coloca dentro do furô, tá? E esse, o furô, é o banho de imersão, tá? Aqui no Japão. Então, você coloca um tabletinho desse, nessa caixa tem 20, você coloca um tabletinho desse e a água do banho fica com a essência dessa laranja chamada yuzu, que é muito gostosa, e ele dá um tipo de sensação térmica também, uma sensação térmica de esquentar o corpo, tá? Então, essa caixinha aqui com 20 unidades está por 498 ienes no trial. Aí. Aí. Você vê, mostotsu, ano, imano, aojiro. Ironda mono ga dete kimasu ne. Aojiro. Aí. Kore wa ne, trial no shouhin yo.あ、トライアルさんの商品ですね。そう、だからテレビでいろいろな宣伝があるでしょ、はいはい、これ一つ袋に水かお湯とかにとろかして、うん、それで飲むことよね、はい、この青汁が298円です。24個入ってる、はいはい。じゃあ一袋10円ぐらいなんですね。うん、そうですね。10円ちょっとですね、はい。Gente, esse aqui é a bebida verde que eles chamam, tá? Então, é cheio de clorofila, é essência de verduras. Então, ele é um... Quer dizer, você toma ele como uma proteção da sua saúde, tá? Então, esse pacotinho aqui, que tem 25 unidades, essa caixa com 25 unidades, está por 298 ienes no trial. Você pode tanto derreter ele em água fria para tomar assim como, refresco, tá? Ou coloca em água quente para tomar ele como chá, tá? É aojiro. Ai. どうなんですかね。最近昔は青汁って言うと、まずいっていう印象があったんですけど、ね、そう最近美味しくなったって聞くんですよね。美味しくなってるのよ。それでもう一つの水の赤取るのね、はい、これ吐いたの泡、これ30秒でいろいろな、例えばカップのお茶、はいはい、お茶にこんなにちょっと、汚れが、で落ちないでしょ、はい、茶渋とか落ちないですね。茶渋とか、はい、これが30秒で取れるのよ。シュッとやればいいんですね。シュッと、そう、すごい便利ですね。弁当バッグとかね、うん、いろいろな粉に水流しのところとか、これが、ね、そう、はい、これがこのこれとこの詰め替えも、詰め替え用がくっついてるんですね。そうです、345円、両方で345円。そうです、安いですね、はい。Gente, esse aqui é o que a gente conhece como cândida, como... Bom, eu conheço na minha região como cândida, tá? Mas é água sanitária, tá? Então, esse aqui, ele tem uma espuma para tirar marca de água, marca de chá, marca de café das xícaras. Então, esse aqui, você nem precisa derreter, porque você espirra nas canecas, tá? Que estejam manchadas, e ele em 30 segundos deixa tudo branquinho e limpinho. Esse aqui, com o refil, está por 345 ienes no trial. Ai. Ai, いろいろなね。水にまつわるものがいろいろあって、いろんな形で人の生活の役に立つものがありますね。そうですね。いや、本当いろいろといいものを見つけてきてくださいまして、はい、ありがとうございます。トライアルさん、いつも、ね、商品貸してくださってありがとうございます。皆さんの生活の役に立てていただけたらと思います。はい、はい、それでは音楽を、一曲おかけしたいと思います。いつもの曲ですね。はい、私のすべてを愛したいを聴いていただこうと思います。米田ひろしさんです。この前ね、間違ってタンポポの歌かけちゃったんですよね。こちらかな。どうぞ。
人生という長い道のりを今を見つめ未来を夢見てあってもなく歩き続ける時には自分の歩むべき道を見失い他の誰かの笑い声が冷たく聞こえる日もあるこの世に生を受けて備えられたこの道は誰でもないただこの私が神様に与えられたんだ誰かを羨むより自分を愛したいあなたの愛で満たされたこの私のでも疲れた時には立ち止まる勇気を持とう無理をしないで自分の歩みを刻んで行けばこの広い空の下で一人一人が息をして限りのない神の御手の中果てしのない旅をする誰かを羨む自分を愛したいこの世に生きる意味を持ち歩んでる自分を誰かを羨むより自分を愛したいネダヒロシさんで私のすべてを愛したいという歌を聞いていただきました、それでは2つ目の扉に入りたいと思います、まずは聖書の御言葉、はい、今日は創世記の字が読めるか7章の
7章の2節です。読みにくいかな。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス1つがいずつ、7つがいのものと1つがいのものってあるんですね。そう、汚れているのが 2匹だけね。2匹だけで、それで、すべて清いっていうのはね、動物の中から 7つがい、7つのペアを選んだんですね。そうです、はい、それでポルトガル語では、はい、De todo animal limpo, tomarás para ti 7 machos e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, um macho e sua fêmea. Gênesis, capítulo 7, versículo 2. E ego deu a... Take with your 7 of every kind of clean animal, a male and his mate, and the 2 of every kind of unclean animal, a male and, and its mate.Genesis chapter 7 verses 2. おー。そうですよ。違いがあるんですね。違うの。清い動物とそうでないと。清いじゃない、ね。知らなかったですね。これは。すべての清い動物の中からは7つがい、うん。清くない動物からは1つがいだったんですね。そうですよ。はい。じゃあブラジル、ポルトガル語ですね。はい。今日はね、これだけ持ってきたの。なぜ？ちょっと難しいので。はい、ちょっと長いですね。そう。9,490,000 visitantes estrangeiros. そう、その大きな数で、はい、何のことですか？ミリアンスとかって言ってましたね。100万とかですね。そう、もうすぐで、それはね、はい、1月から11月までの外国人の観光客です。日本に来た観光客ですか？そう、観光客、はい、それで12月ね、それに足したら、うん、もう、延べミリオンスっていうことは延べですか、900万。そう、もうすぐ、もうすぐ、じゃあ900万、1000万になる。1000万になるんですね。12月の足したら、ああ、すごい、そんな数来てるんですね。すごいでしょ、こんなすごい数がね。津波の前の、もっとアップしてるのよ。震災があってから増えてるんですかね。そう、増えてるのよ、まあ、それで震災の前のもっとよりも観光客が増えてる。なぜ日本 の円安、うん、あ、はいはいはい、ね、それでいろいろな中国 の中国観光客するためにビザが取りやすくなったのね、はい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 、それで中国人と韓国人とかいろいろな、この、ね、アジアの人たちがたくさん来てるの。インドとか、ベトナムとか、はい、すっごいアジアの人、観光客が増えてきてるね。あ、そうなんですね、うん、日本にいると分かんないですね、うん、そうですね、これからね、東京オリンピックもあって、うん、外国人の人を案内するボランティアが、そうですね、とかって話してますけど、うん、もっともっと日本もね、国際化してって行ってほしいなっていうところはありますね。はい、まあ、日本の良さを外国人の皆さんにもね、もっともっと知ってほしいなと、うん、日本の文化、それをもっともっと知ってほしいなと思いますね。これ、はい、今日はこれ一つですね。一つです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、それではですね、もう一曲音楽を聴いていただくと、美味しそうな写真が出てますけどね、もう一曲音楽を聴いていただこうと思います、これもずっと流してる曲なんですけどね、同じ曲でいこうと思ってます、ルーズパンティさんのね、大きな花、これを、何回かやっぱり聴いてた方が音楽が少しずつ耳に馴染んでいくんじゃないかと思いますんで、聴いていただこうと思います、ルーズパンティさんで大きな花です、どうぞ。
なりますよと思い出しておくれ、忘れないでほしい。繰り返された愛や街を未来に大きな花が咲いていますよ。願う わずかな人たちの欲望や嫉妬の影で人が苦しまないようにと言い訳はもういい。本当のことだけ聞かせて、未来に大きな花が咲いています。
ルーズパンティさんで、大きな花を聞いていただきました。せっかく写真出てるんでね、写真の、話をさせていただきましょう。3つ目の扉の前にちょっとお話しさせていただきます。最初にね、週末のお話しましたけど、うん、木曜日の、ディナー、プチビラージュ、プチビラージュ行って食事してきました。今ねイルミネーションもすごい綺麗でね、あの小田原の街、うん、春はあの花で飾るで、冬はこのイルミネーションで飾るっていうんでね、うん、町で、そのコンテストみたいなのやってて、今年も何か賞を取ったらしいですよ、プチビラージュさん。プチビラージュ、はい、綺麗ですね。綺麗ね。今このイルミネーションもいいですけど、このねスイーツが楽しみですね。まあスイーツの前にはあの食事をしっかりし、あのパスタいただいたんですけど、おすすめのメニューで出てましたパスタをいただきました。美味しそうでしょ。美味しいよ、はい、野菜がたっぷりな。たっぷりですね、はい、美味しかったです。白菜、きのこ、それとベーコンが入ったパスタでした。美味しかったですね。でメインのこのクリスマス、パフェ、いちごとねキウイを使ってね、うん、クリスマスの色にしてあるパフェですね。で、あの店に飾り付けてあったね、あのクリスマスツリーとかね、うん、いろんな飾り貸してくれてね、うん、写真撮るんだったらこれ使っていいよって言って、ね、撮らせてくれたんですけどね、嬉しいですね。美味しかったです。味もね、見た目も綺麗ですけど、食べた方、食べても美味しいですね。素晴らしいパフェです。とても気持ちがね、あの和みますね。クリスマになるよね。豊かな気持ちになりますね。それから、金曜の夜に行われました13日の金曜日、13日の金曜日って言っても別室に決して不吉なものではなくて、素敵な、音楽と素敵なスイーツに囲まれたヒット版でしたね。ココブルーのクリスマスライブ、それからカバコさんの焼き菓子屋さんのカバコさんの、デザートビュッフェということで行ってきました。うん、ココブルーアッコさん、この赤いドレス素敵ですね。アッコさん赤だったんですけど、和光さんグリーンとかいうわけではなくていつものようにブルーでした。ブルーでしたまあでもね、クリスマスツリーとかね飾り付けられててクリスマスらしい、感じです。それからね、カホンで滝本さんが参加してくれたんですけど、ずっとね参加してくれて、1曲とかじゃなくて全部曲一緒に参加してくれてたんで、とてもいい音楽を聴くことができた。あの音楽を聴きながらね美味しいものを食べるっていうのも嬉しいですね。ありがたいですね。アッコさんたちは歌い終わった後に召し上がってたようですけど、食べ放題でドリンクが1つつくので、私あのハーブティーというかね、なんだっけな、ブルーベリーとカシスの、お茶をいい色ね、いただきましたね。酸味があってとても美味しかったんで、あのさっぱりしましたね。でやっぱり飲み物ないとね、口の中がね、うん、甘くなってしまうので、ね、でこれティーポットに入ってたんでね、3杯か4杯、うん、あのコーヒーよりねこっちの方がお得かなと思って、いただきました。美味しかったですね。ケーキもね、いろんな焼き菓子、それから生ケーキいろいろ出てきます。チョコレートケーキ、チーズケーキ、それからアップルパイなどもありましたね。アップルパイ美味しかったですね。僕大好きですね、アップルパイ。この後また他にもリンゴが出てくるんですけどね、大好きですね、アップルパイ。それからノエル、かわいい、クリスマスらしい、ものもありました。そうだ、 BGM ちょっと鳴らしましょうね。それからですね、ポチッと、まだまだ続いて、いちごのケーキとか、それからあちらは何だったっけかな、ほんとたくさんのケーキがあって食べきれなかったですね。で残ってたものを参加者で、お持ち帰りしてということで、あの箱をくださってね、あの食べたいものを持って帰ってくださって食べてくださいということで、ここちょっと写真出てないんですけどね、プリンもすごく滑らかで美味しかった。プリンもね一つねお土産に持って帰ってきました。そんな素敵な人は。そして、こちらは土曜日の夜ですけども、ね、庄原の富士屋さんで行われた、次郎さんのライブ、なっちゃんも一緒に、ギターとウクレレで、これ赤鼻のトナカイを歌っているところだと思います